花の作り方。260クロームモーブに70センチほど空気を入れます。柔らかめの25センチのバブルを作り、輪ひねりにします。同じ大きさの輪ひねりを作ります。柔らかめの25センチのバブルを作り、余りはしぼませます。クロームモーブを70センチほど膨らませ、連結します。はひねりにします。同じ大きさのはひねりをあと3つ作ってください。余りはしぼませて結びます。6枚花のような構造になりました。花びらを組み合わせましょう。輪ひねりの中に、隣の輪ひねりの左側を突っ込んでください。隣の輪ひねりの左側を、指差したところに突っ込みます。同じことを繰り返してください。最初のはひねりの左側を、指差したところに突っ込みます。裏側からも形を整えてください。260クロームモーブに空気を入れます。
柔らかめの9センチのバブルを作り、輪ひねりにします。同じ輪ひねりをあと2つ作ります。あまりはしぼませてください。パーツ同士を組み合わせます。空気を作りましょう。260クロームグリーンに空気を入れます。絞りひねりを2つ作ります。15センチのバブルを1つ、輪ひねりを2つ、これは葉っぱです。適当な長さのバブルを作り、あまりはしぼませます。口と鼻を組み合わせます。これで完成です。お疲れ様でした。